けないようにしなきゃ。いつもより気合が入っちゃう。だってみんな私を見に来てくれたんだもん。嬉しいね。私のために時間を作ってきてくれて。早くみんなに会いたい。うん、来てよかったって思ってもらえるよう一生懸命頑張る。不思議だね。あなたにそう言ってもらえると本当に大丈夫だって思えるの。体が熱くってちょっと涼んでたんだ。うん、みんなの熱気に煽られて私も今まで以上に熱くなっちゃった。ありがとう。ねえ、この前私自身自信を持ちたい、変わりたいって言ったけど、なんだか自分のことが大好きになっちゃったかも。あんなにみんなを笑顔にできる私すごいなって、そんな自分が好きだなって心から思ったの。私のこと私よりよく分かってくれてるんだから。そんな、それは私がお願いする方だよ。私のことずっとずっと見ててほしい。あ、うん、この間のライブの後にもらったお手紙を読んでたんだ。え、どうして？あなたも私のこと心配になるの？みんな褒めてくれてたよ。だからそこは安心して。みんなね、新曲すごく良かったって書いてくれてる。あゆむちゃんが自信を持ってくれて嬉しい。そんなあゆむちゃんのこと守ってあげたい気持ちが強くなったって、そういうことを書いてくれてるの。私強くなるから、だからもう心配しないでって気持ちを込めて歌ったつもりだったんだけど、まだ頼りなく見えるのかな。まだまだダメだね。
うん、思わない。私じゃ頼りにならなくても、隣に座って背中を撫でてあげたい。そっか、そういうことだったんだね。あなたも？話を聞いていて、きっとそういうことになるのだろうと思っていました。それにすでにかすみさんとかりんさんには許可を出しました。なんとなくですが、校内フィルムフェスティバルが盛り上がるのは学園としてはありがたいことです。いっそオープニングソングにしてもらうという手もあるのではないですか。それは出しゃばりすぎじゃないかな。
するごとにエントロピーが減少するの。そのエントロピーはどこかで帳尻を合わせないといけないんだけど、それをタイムマシンにした宇宙船から火星に送るっていうアイディア、すごいと思う。このお話を考えた人はすごい。ごめん、全然わからなかった。あー、ごめんね、リナちゃん。お休みの日にわざわざ来てもらったのに、私理解できなくて。謝らないで。私好きな話題だったから、ついいろんなことを喋っちゃった。わからないのも無理ない。難しいことは抜きにして話すね。タイムリープをすると時が巻き戻った分だけパワーが余る。ゼロにはできないの。そのパワーを火星人にぶつけてやっつけちゃうっていうお話、すごい。でもこの映画で一番素敵なところは、前あゆむさんが言ってたことだと思う。私の言ってたこと？うん、大変なことが起こっても大切な人たちのために頑張るお話ってこと。そうなの。私、主人公の子が大好きで、失敗しても泣いてもくじけても絶対諦めないところがすごくかっこよくて。そっか、そういう部分をイメージした曲にすればいいのかな。ねえ、そういう曲にしてもいい？理論的にはできるらしい。タイムマシンあったら乗りたい？二人はどう？乗りたい。タイムリープによるエントロピーの帳尻合わせがどうなってるのか知りたい。私は乗りたい。ほら、幼稚園のお泊まり保育の時とか、お芋掘りとか、小学生の頃一緒に遊園地に行った時とか、他にもいっぱい何回でも繰り返したいもん。楽しいことを何度も繰り返せるのは確かに素敵でしょ。私、お話の難しいところばかり気にして大事なところを見落としてたよ。うん、今ふわふわ思ってることをちゃんと話したいから、あなたのお部屋に行ってもいい？
史を変えちゃうことになるってセリフがあったよ。そのことで主人公はすごくショックを受けて一度はくじけちゃうの。そうだね、全部をいい方向になんて持っていけない。私は正義の味方なんかじゃない、私のために運命を変えたいって言ってた。主人公の気持ちが詰まってるセリフだもんね。わがまま難しいな。え？わがままの練習？